大阪 MK タクシーフィールドエキスポです。現在の天候は先ほどまでありました風雨激しい状況が一旦落ち着き、雨も止んでいる状況になっております。本日はこちらの方でジュニアトーナメントの準決勝2試合が行われましたが、その後に控えました本日の最後の日程、X リーグの交流戦が行われます。その試合に先立ちまして両チームウォームアップを終えまして、現在試合開始の時を迎えようとしています。皆さんこんにちは、道楽屋理瀬です。令和6年6月23日場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、2024X リーグ春季交流戦、西宮ブルーインズ対愛知ゴールデンウィングスの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始17時20分の予定となっております。現在両チームウォームアップを終えまして、そして試合開始の時を迎えようとしているといった状況になっております。この幕開の時間を使いまして両チームの簡単なご紹介をさせていただこうと思います。まず、今回は入場セレモニーを行う形で、現在ゴールトポスト側の方に陣取り構えておりますのが、本日はホームチームという形になっております。西宮ブルーインズとなります。1998年に阪急百貨店が有志集まりまして同好会として結成し、後に阪急ブルーインズとして社会人リーグ1部で強敵勢と戦っておりました。後にそのスポンサーと外れまして西宮ブルーインズとなり、その西宮と、フットボールクラブとして提携する形で現在地域密着型のクラブチームとして活躍しております。常に X2 の優勝争いに絡んでおりまして、昨シーズンも非常に大きなチャンスあり、なんとかそれをものにせんといった感はありましたが、残念ながらそれは実ならず今季も X2 ということに甘じております。しかし昨年取り逃しました X1 の座席を取り返さんと今シーズンロングで来ております。その西宮ブルーインズがまもなく入場する形になります。チアリーダーが先導いたしまして、このチームの入場を出迎えます。お待たせいたしました。西宮ブルーインズの入場です。昨シーズン X1 昇格の大きなチャンスとなりましたシーズンでした。しかし強敵勢が並ぶ中、その強敵勢の奮闘そして躍進ぶりに残念ながらその機会を得ることにはなりませんでした。しかし昨年取り逃しました X3 の座席再び狙わんと、今季もチーム立て直し、この X2 で奮闘を続けております。さあ秋へのさらなる躍進リトメントするこの一戦、勝利しましてその弾みとすることができるでしょうか。西宮ブルーインズ、関西にありましてアメリカンフットボール最も盛んな地域の一つであります西宮に拠点を構え、アメリカンフットボールで新しいフットボール文化を作ろうとしております西宮ブルーインズ。さあこの一戦で勝利を飾りまして秋に備えたいと思います。西宮ブルーインズの入場です。さあそのオープニング飾りました西宮ブルーインズの対戦相手となりますのが、反対側バックスタンドに陣取っております愛知ゴールデンウィングスとなります。こちらは1989年創部、その場所は愛知県豊田市という東海地区に在籍しておりました。常にノンスポンサーという厳しい状況ながら常に X3 において優勝争いに演じておりまして、
そして昨シーズンついに X2 昇格を果たすに至りました。今シーズンは X2 に対する挑戦、2回目の挑戦の機会を得た形になっております。さあ今度こそ X2 定着という形を狙っております愛知ゴールデンウィングス、この強敵相手に白星を飾る形になりまして、秋へのその試金石とする形になるでしょうか。さあ両チームの首脳陣手招きしまして、これより試合開始のためのコイントスに入ります。令和6年6月23日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 X リーグ春季交流戦、西宮ブルーインズ対愛知ゴールデンウィングスの一戦が行われます。試合開始17時20分キックオフ予定です。これより両チームによりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームとなります西宮ブルーインズ、奥側に陣取りますのがアウェーという形になります愛知ゴールデンウィングスです。西宮キックオフ、愛知リターンで試合が始まります。失礼いたしました、チーム名に誤りがありましたので訂正をさせていただきます。この試合は1クォーター10分の正式で行われます。両チームサイドラインで激を飛ばしまして、これより試合開始となります。まずは西宮ブルーインズのキックオフで試合が開始する形になります。キックオフキッカーは西宮ブルーインズ1番の大月が務めます。対しまして愛知ゴールデンウィングスはリターナーに19番と30番を配置した模様です。19番は金井、30番は近藤です。さあ愛知リターンに入った、リターナー4番密集点に飛び込むようにしまして、自陣30ヤード付近を確保しています。この位置から愛知ゴールデンウィングスの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃は4回、4回で10ヤード前進し攻撃継続とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは愛知ゴールデンウィングス自陣31ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃になります。攻撃権更新、必要距離10ヤード、まず中央のランプレーを選択しました。後方にいましたランニングバックに反応しまして密集点に突入させます。キャリア45番、そのタイプを生かしまして約1ヤードから2ヤードゲインとしています。キャリアとなりました45番、見事なランを披露しています。初期登録の番号の中に45番がありませんので、後ほど分かりましたらご紹介させていただきます。パス
攻、今度はオフェンスチームが開始点より後方でできる前パスを展開しました。このパスをワイドレシーバー30番キャッチしまして約6ヤードほどゲインとなっています。見事パスキャッチしましたのはワイドレシーバー30番の近藤でした。愛知ゴールデンウィングスサーダウン3、3回目の攻撃となります。攻撃権更新必要距離3ヤード、これは西野にはナイスディフェンス。ここで45番都市によってこの3ヤードを突破しようとしましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。これが果たしてどちらか、まもなくコールされます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤードのペナルティー、残り距離3ヤードでしたので、結果的にこれでトータル10ヤード獲得した格好に愛知はなります。従いまして攻撃権は更新となりました。愛知ゴールデンウィングスファースダウン、攻撃は1回目に戻りまして愛知相手自陣43ヤードからファーストダウン点となります。クォーターバック8番パスを投じようと身構えましたが、この一瞬のためらいをつきまして西宮95番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めロスを奪いました。約6ヤードほど後方に下げております。見事なキュービーサーク決めましたのは西宮ブルーインズ95番の和田。さあ6ヤード下がりまして愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン16の状況に変わっております。ドロープレーを投入しました。パスに見せかけたプレーです。相手の裏を突くように中央突破によってゲインを図らんというところでしたが、しかし獲得距離は約5ヤード、攻撃権更新にも至らずサードダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスサードダウン、パス不成功。クォーターバック8番プレッシャーを感じながらウィングスピードアウトしまして、ワイドレシーバー18番にパス、しかしこのパスは西宮カバーしておりましてパス不成功、フォースダウンに変わります。さあ愛知は最後の攻撃権となります。フォースダウン、果たしてどのようなプレーを行使するでしょうか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしそれによりまして攻撃放棄という形になります。さあ果たしてそのキック力でどこまで返す形になるでしょう。さあトラブルが発生している。さあ判定はどうか。攻撃継続となりました。西宮はこのパントをキャッチしリターンを試みましたが、この時にリターナーがボールを落としました。落としたボールはどちらが確保しても変わりません。それを確保したのは愛知ゴールデンウィングス。従いまして愛知が攻撃権を取り返す形になりまして愛知ファーストダウンとなります。さあ愛知結果的に相手陣36ヤードに入りましてのファーストダウン点となります。さあまずクォーターバック自ら来ました。パスを投じる構えからスクラム、緊急発進のランプも展開しました。見事な判断で約6ヤードのゲインを奪っております。まず最初自らの足で
前進する形になりましたが、愛知ゴールデンウィングス8番の中野です。愛知相手陣30ヤードからセカンドダウン4。これが西尾にはナイスディフェンス。クォーターバック8番オプションプレーを展開しようと右に走り出しましたが、この一瞬のためらいを見計らいまして、西宮49番猛チャージかけロスタックルを奪いました。素晴らしいロスタックルを奪いましたのは西宮ブルーインズ49番の大谷でした。さあ位置下がりましてサードダウン10ヤード突破なるでしょうか。さあ中央へのランプレーを選択しました。ダニバック35番この走力によって突破図らんと中央を切り込みましたが、しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。キャリア35番は水森でした。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン4。さあフォーメーションを組んでいる。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル4ヤード獲得しないと攻守交代になります。さあ決まるか。パス成功ファースター。ここでクォーターの勝ちは右奥走り込んだ18番にパス。18番競り合いながらこれを見事にキャッチしまして攻撃権更新。愛知ゴールデンウィングスファースター。競り合いながら見事キャッチ決めましたのはワイドレシーバー18番の刈田でした。さあこれによりまして愛知ゴールデンウィングス相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回でタッチダウン狙います。さあまず中央ランプレイター、キャリア23番密集点に飛び込みまして約2ヤードの原因としています。キャリア23番は岩田です。さあセカンドダウン残り8ヤード、エンドゾーンまで残り8ヤードのゴールシチュエーション。不成功、パス不成功の判定です。ここでクォーターバックは右奥に走り込んだレシーバーにキャッチしてそのまま着地するという高さの勝負を挑ませました。しかしパスがオーバースローでサードダウンに変わります。ナイパスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃権に変わります。さあ相手陣8ヤードから愛知ゴールデンウィングスサードダウン2ゴール。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手リングに侵入しておりました。ゴールまで残りの距離の半分の反則という形に施行されます。従いまして愛知ゴールデンウィングスサードダウン2ゴール、残り4ヤードとなります。パス不成功、ここでクォーターバックは左奥走り込んだ30番にパスを投じましたが、これは西宮パスカバーしておりましてフォースダウンに変わります。さあ愛知ここでどのような選択をするか。
さあフォーメーションを変えます。フィールドゴートライ、キックによる3点を狙います。キッカーは19番の金井。ここで西宮ブルーインズ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。西宮ここで相手の集中力を満たさんと、ここでタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン2ゴール、残り4ヤード、フィードゴートライ、キックによる3点を狙います。キッカーは19番からキックレングスは28ヤード。フィードゴールブロック、このキックを西宮はプレッシャーをかけました。攻撃しまして失敗とさせました。フィードゴール失敗ですので、結果的に4回目の攻撃は失敗という形になります。従いまして、この時点で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、テイクオーバー、西宮ブルーインズに変わります。攻撃をしのいだ形には成功しました。西宮自陣まだ厳しい位置からですが反撃に入ります。ボールオン自陣4ヤードから西宮ブルーインズファーストアンテン。さあまずランプレーを投入しました。ハニバック39番ハンドオフを託されまして中央突破、体をねじ込むように約3ヤードから4ヤードゲインとしています。キャリア39本が2投目です。愛知失礼しました、西宮ブルーインズセカンドダウン7、ボールオンは自陣7ヤード。パス成功、攻撃権更新、ファースター、クォーターバック下がりまして、奥に走り込んだレシーバー、パスを投じようとしましたが、ターゲット、カバーされると判断し、手前にいる21番にパス、これをキャッチした21番、そこからキャッチアンドランし、攻撃権更新です。西宮ブルーインズ、ファースター、見事攻撃権更新を果たしたのは、21番の藤井でした。西宮ブルーインズ自陣15ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、密集点突破を図りました。しかしこれは愛知も踏ん張りまして、ゲインは2ヤードにとどめています。キャリアは39番の2投目でした。西宮ブルーインズ陣17ヤードからセカンドダウン8。さあ前が空いている、ディフェンスを打つか、振り切るか、ミッケーファースター、ランジャー21番ハンドを捕獲されまして中央突破、そこから一気に独走、右サイドインゲアを駆け上がり大きなゲインを奪いまして、西宮ブルーインズファースター、見事なランを決めましたのは西宮ブルーインズ21番の藤井でした。
さあこれによりまして相手陣に入ってまいりました西宮ブルーインズ。相手陣37ヤードからファーストアンテ、さあ今度は中央へのファンプレー、何枠39番オフェンスラインともども中央に流れ込むように約6ヤードのゲインとしています。キャリア39番が数投目です。西宮ブルーインズセカンドダウン5、ボールオン相手陣32ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック右に展開したレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーター終わりまして西宮ブルーインズ0点、愛知ゴールデンウィングス0点、双方無得点のまま攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。